あればね、はい、本当に怖い打線になると思いますからね、そういう面では明日、明後日試合がある中で大竹の役目っていうのはね、はい、非常に多かったと思うんですよね。そうですね。さあ、そして最後を締めるのはやはりストッパーのサファテということになりました広島カープです。4点を追いかけることになりましたジャイアンツ、長野からというところです。その長野も今日はまだヒットが出ていません。去年は本当に一時はラミレスに代わって4番にも入って打線を引っ張った感のあるこの長野、今年は3番でスタートを切りました。この後の4番の阿部は今日はヒット2本。今シーズン2試合目のこのサファデです。前回は同点というところで2イニングスイニングをまたいで投げましたサファデ。追い込みました。これは低い、148キロしかし出ています。さあ追い込まれた長野、先頭バッターとして出塁できるか。見逃し三振、ズバッときました。手を出すことができませんでした。槙原さん、深刻になってきちゃいますね、これ。そうですか。やっぱりこの、まあ、サファテはしょうがないですけど、ミコライオという8回、9回っていうのをね、これか、あの広島戦はそういうことを考えていなきゃいけないのかと、はい、今年もサファテはいいなというようなね、イメージを初戦で持っちゃうっていうのもね、はい、あれですから、まあ、ただこの間の登板もサファテ良かったですもんね。そうですね。さあ、そして4番の阿部です。こういう時に一発ポツンと出てね、はい、まあ、さあ明日っていう感じになればね、この意味で阿部の一発っていうのは欲しいですよね。この重量打線のジャイアンツ、まだホームランが開幕から4戦目出ていません。4対0、広島のリードは4点。追い込んだサファテ。三振、149キロまっすぐ、2者連続三振サファテ。笹岡さん、素晴らしい球ですね。その前の落ちるボールといい、最後のこのまっすぐですよね、はい、完璧ですよね、今のは。そうですね。去年9月末に鼠径ヘルニアで帰国して手術を受けました。まあ、その影響が今シーズン心配されたわけなんですが、笹岡さん、問題なしですかね。問題ないですよね。さあ、そして村田。今日の村田はヒットがありません。このまま終わってしまうのかジャイアンツ。中途半端なスイング。しかし笹岡さん、今みたいな緩い変化球入れられるとまっすぐに合わせてるだけで難しいでしょうね。そうですよね。もうまっすぐまっすぐっていうのではなくてね、はい、今みたいな大きなスライダー、まあ、スラーブなんですけどね、低めにいってるとまたこのまっすぐから速く感じると思うんですよね。はい、ツーアウトランナーがありません。追い込んだバッテリー、152キロ出ました。どんどんとスピードガンの数字が上がっていきます。最後の1球か、落とした三振。
ゲームセット。広島カープが今シーズン初めての勝利を収めました。4対0広島カープがジャイアンツを下しました。大竹が見事なスタイルを変更するようなピッチング、そして最後はサファテが締めました。この放送解説は槙原寛己さんと笹岡慎二さんのダブル解説でお伝えしてまいりましたが、笹岡さん、まず広島カープ大竹ですがどうだったでしょう、まあ、あの